不幸な人と楽しい人との違いは何か。美味しいものを食べたいが不幸な人。美味しくものを食べようとするのが楽しい人。何か面白いことないかなっていう人が不幸な人。何でも面白くしようとするのが楽しい人。親のせいでこうなったっていうのが不幸な人。親からもらった命、自分で楽しもうと思う人が楽しい人。努力は報われないよっていう人が不幸な人。努力する時間が夢中だったからって言えるのが楽しい人。日々成功したいと思っている人が不幸な人。日々が奇跡の連続だと知っている人が成功者。あなたは受け身の人生、それとも楽しむ側？